どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、マーベルコラボの能力調整話していこうと思います。まず、新キャラがちゃんとぶっ壊れてるマーベルコラボなんですけど、既存も半端ねえぞってことで、今日は既存キャラ見ていこうと思います。行きましょう。ということで、一部キャラクター能力調整、まずはアイアンマンからです。まず、23ターン変身です。変身が、まあ、そんな変わってないですね。6回で23ターン変身で、アイアンマン変身後です。こちら。まず、覚醒からです。バインド封印指プラス無効感プラス7強8個体力キラー持ちです。火力だけ。スキルはロック解除に火を6個光を3個生成、1ターン指と火と光の攻撃力が 1.5 倍が2ターンって感じになってます。強リーダースキルです。火と光の HP が 3.2 倍、6コンボ以上でダメージを 35% 軽減、火光同時攻撃で攻撃力が35倍、2コンボが3個定置ダメージです。はっ、いきなりめっちゃ強くね。これやば。これ実質 HP 差 4.9 倍あるんだけど、さすがだね、本当に。いやー、これ強いっすね。まあ、回復を必ずサブで補う必要があるんで、もちろんそこは課題点にはなりますけど、まあ、それでもめちゃめちゃ強いとは思います、これは。普通にやべえ、アイアンマン、一発目から。まあ、最強までいかなくても相当強いですよ、本当にこれ。で、アイアンマン武器です。スキブプラス、非コンボ強化、無効貫通に HP 強化持ちです。はい。もうなんか、スキブプラス武器に驚かなくなってる自分がいるんだよね。スキブプラス無効貫通武器です。やば。もう一個こちら、スキブ追い打ちお邪魔耐性プラスヒドロ強プラスヒカルドロ強プラス HP 強化です。ナチュラルにぶっ壊れたけど、まあいいでしょう。もうバラはな、アイアンマン武器強化入る。やば。マシンダイブ追加、スキブチーム HP とつくも LGHP 強化つきます。2ターン全員の攻撃2倍、4倍、2ターン変数になります。普通になんか LG ついたんだけど、なんでアイアンマン武器が強化入るん。やば。なんかもうさ、このコラボがやばすぎてちょっと怖いんだけど、これやばいっすね、本当に。さあ次、スパイダーマン見ていきましょう。バインドスキム封印毒プラス指、10強3つに非コンボ強化プラス持ちで、超学生、当然冬つきます。はい、冬ついたら強いね。で、スキルは全ドロップロック、全ドロップをロックし、1ターンダメージ無効貫通、そして3ターン落ち込む位置が3ターンって感じになっております。はい。落ち込む位置がいる、いらないはね、いらない一択なんで、いらないゴミなんですけど、まあ、ただ、3ターン無効貫通になったのはめっちゃ強いですね。3ターンで打てる1ターン無効貫通なのはめっちゃ強いですね。まあ、スキル使用負荷とかいうね、縛りも消えてて、冬もついて火力も出せるんで、まあ、そこも偉いですね。シャナ編成とかにおいて、普通にもうスパイダーマンぶち込んであげて無効貫通枠っていうのめちゃめちゃ強いと思うんで、もうそういう使い道もできると。リーダースキルは火の HP が3倍、火の2コンボで攻撃力6倍、4コンボ加算、ドロップ攻撃しダメージ軽減、攻撃力4倍って感じになってます。はい。まあ、HP3 倍 30% 軽減で普通にリーダーにも使えるんですけども、まあシャナパーティーにおいてのね、サブとかにおいて10強3つ冬で火力出せて無効貫通持ってるっていうのが偉い感じかなとは思います。で、進化がスパイダーマンです。バインドスキビオン封印クライミプラス十字プラス L 字プラス7強4つ持ちです。はい。で、小学生冬持ってくれていて、で、スキルは2ターン落ちこなし指自分の攻撃2倍、6回以上盤面を火水木光闇回復認可が3ターンって感じになっております。はい。リーダースキルはバランスタイプの HP2.2 倍、7コンボ以上攻撃力28倍、3色同時ダメージを半減固定500万ダメージって感じになっております。はい。まあ、HP2.2 倍半減あるリーダースキルで、まあスキルに関しては、まあ指自分の攻撃2倍6解除生成なんで、シンプルに6色時に6解除あって指延長もあるのは偉いかなって感じって感じですかね。まあまあまあぐらいです。はい。まあ、ただやっぱりちょっと進化前のインパクトが強すぎて、進化前の方が強そうだけど。で、スパイダーマン武器です。コンボ強化、雲、お邪魔プラス、十字 HP 強化持ちで3ターン遅延武器って感じになってます。雲、お邪魔耐性プラス、もういいわ。なんか全体的にぶっ壊れすぎてて、俺が追いつかん。もう一個の武器です。スキブ、お邪魔2つ、暗闇耐性プラス、操作負荷 HP 強化で2ターン遅延、2ターンダブル吸収無効武器です。もう分かった、分かった、分かった。もう分かった、分かったよ。もう分かった。お前が壊れてることだけは分かったから、もう。やべえ、マジで。マジでやべえ、これ、本当に。本当に意味わからん。なんか、今までの武器のラインを、なんか飛びまくってぴょんぴょんして超えてるんだよね。今まで強かった武器のラインを。本当にスパイダーマンもキャラ強いし、武器強いしで、しかもこのアイアンスパイダーも普通に強くて、バインドスキブプラス封印10強2つ、杖4つ、非コンボ強化プラス、光コンボ強化プラスに冬持ってるんですよね。スキルは1ターンマシンと自分の攻撃3倍に覚醒無効全回復が3ターンで、エンハンス持ちの覚醒無効回復枠と、リーダースキルも火光同時ダメージ激減、攻撃力26倍、回復力は2倍、3コンボ加算、指5秒延長って感じになってます。アイアンマンの相方にしても、なんなら普通に使えなくはなさそうだしね。まあでも強いと思いますよ、本当に。これがアイアンスパイダーです。はい。で、続きまして、マグニートです。はい。バインド、スキブ4、封印指、無効貫7強4つ、冬持ちで、超惑星10強持ってます。スキルは4ターン落ち込んだし、火が6で落ちてくれるドロリフが2ターンです。言うて2ターンは強いけどな、ドロリフが。
で、リーダースキル、ドロップこけしダメージ、激減固定1ダメージ、火の6こけし攻撃28倍、2コンボ加算って感じになっております。はい、もうこれ火6こけしだけで普通に、激減固定1ダメージ、2コンボ加算28倍なんで、まあ、コロシアム周回はマグニート使われそうですね。深刻マグニートです。バインドスキビオン封印指、操作負荷10強、無効感プラス浮遊持ちです。スキルは指と火の攻撃力が2倍、ランダムルーレット2個生成で、盤面の6個解除が3ターンって感じになってます。はい。リーダースキルは全般 2.8 倍、攻撃7倍、火闇同時ダメージ、軽減固定、攻撃力 1.5 倍、3コンボ加算って感じになってます。普通にリーダーでも強いと思うんだけど、まあ使うならやっぱサブなのかな。10強2つ無効感浮遊とかで使えるので。まあそんな感じなのかなと思います。まあルーレット生成もあるので、悪くはなさそうではあるけどね。回復エンハンスとかないけどって感じです。はい、これがマグニートです。で、武器、もうブコラだ。チーム HP 率バインド、ヒドロ強プラス、闇ドロ強プラス、HP 強化持ちです。闇ドロ強プラスがついちゃいました。つえー、マジで。マジつえー。マグニート武器、スキブ 2A プラス、ヒドロ強6個、HP 強化持ちです。これ何個増えてんのこれ。はヒドロ強、2から6になったの。やば。しかも武器も3ターンチェーンになってます。やば、マジで。はぁ？本当におかしいんだけど。え？なんなん、マジで。さっきからさ、俺がさ、全部強い言うからみんなさ、いやいや、こいつ強いしか言わんって思ってるでしょ。本当にこれ、全部が全部強いんだけど。なんなん、これ。武器おかしいぞ、マジで。一個一個の武器が本当に、マーベルの武器を全部確保しておければ、もう今の環境ついていけるって言って過言ではないところか、もうほんとその通りなんで、そのぐらいやべえ。で、武器、マグニートもう一個の武器です。非属性追加10時、チーム HP2 つ、無効感 HP 強化持ちです。これも無効感とチーム HP1 個増えてるんだよ。おかしいだろ、普通に。今、まあ、10ターンルーレット生成に、10ターン指2枚が9ターンって感じになってます。アントマン、スキブ3号、特に変わってないですね。まあ、スキブ3、23ターン変身で、変身後、バインド封印指、10強4つ無効感、非コンボ強化、光コンボ強化、追い打ち持ちです。はい。で、スキルは上限40億になって、最大 HP と自分の攻撃力が2倍、ロック解除し、火、光回復を5個ずつ生成が3ターンって感じになってます。3属性が増えてる上にですね、上限40億もついてて悪くないですね。まあ、最大 HP、自分の攻撃2倍に、ロック解除を5個ずつ生成と、火、光回復、5個ずつ生成いいですね。リーダースキルは、火、光同時攻撃ダメージを半減攻撃力が18倍、4コンボ加算。マシンタイプの全パラ 2.2 倍って感じになってます。まあ相方次第では普通に強そうだし、まあまあでも全パラ 2.2 倍半減もあって4コンボ加算もあるんで、まあアイアンマンと合わせるのが一番強いかなとは思います。アイアンマンと合わせてあげたらね、あのコンボ加算も6コンボ加算になるのかな。で固定ダメージもあって、全パラ 2.2 倍半減と実質 HP 4.9 倍リーダーになるので、結構強そうな感じはしますね。うん。めちゃ良さそう。で、アイアンマン、アントマンと軽減ループ合わせてあげたら、まあ、それで問題なく、ね、450% アリアも耐えれるはずなので、普通に強い部類に入るとは思います。はい。で、まあ、それがアントマンのキャラ性能で、続きまして武器です。まずこちら、非属性追加、無効貫通、お邪魔プラス、悪魔キラー、HP 強化って感じになってます。さすがにもう一個の武器は強化入ってないのか。まあ、でもこの武器は、非属性追加、無効貫に、お邪魔プラス、悪魔キラー？多すぎじゃない？やべえ、マジで。さあ次、フェニックスです。23ターン変身のスキブ2個持ちキャラです。変身後、バインド封印、指 L 字プラス、10強打つ、無効感、闇コンボ強化、非コンボ強化プラス持ちです。で、3属性持ち。では、HP が上がってます。スキルは消せないバインドの覚醒無効、全回復ロック解除し、火闇回復に変化、全ドロ強化5ターンです。リーダースキルは火闇全パラ3倍、8コンボ以上攻撃10倍、火闇同時ダメージ、軽減5コンボ加算って感じになってます。強っ。とりあえず困ったら強って言っとけばいいんだろうな。これどうせ。強いし、どうせ。10強打つ無効感でしょ？で、L 字プラスあるんでしょ？アシスト無効回復対応できて、しかも10強打つ無効感で火力も出せて、ほんで、3属性持ちでしょ？副属性闇にもできるわけじゃん？で、消せない場合の覚醒無効全回復6回と3色全ドロ強でしょ？弱いわけないじゃん？だってこんな闇属性のサブにさ、無効感だけで入れとけばもう完璧じゃん。もう、終わりよ、本当に。なんなんこれ。全部が今の環境の新コラボって言われて納得できるぐらいに性能強くなってるんだよね。武器封印 L 字プラス毒耐性プラス HP 強化です。はい、なるほどね。やっとちょっとこれは落ち着いてる武器って感じしたけど、やっとね。それとも L 字2個持ち武器やばい。もう一個こっち、追い打ち指2つ、お邪魔プラス回復ドロ強 HP 強化持ちって感じです。はい、回復ドロ強増えたんですね。もういいや。はい強すぎてもういいわ。で、これ、スキブ、操作負荷、毒耐性プラスチーム回復。な？もういいだろ、別に。こんな強いに決まってるやん。スキブ、毒耐性武器だけで強いのに、操作負荷つくんだからさ、強いに決まってるやん、こんな。意味わからん、ほんとに。強すぎ。次、ペニーパーカーです。変身後ですね、これは。
ファインド封印指2つ、L 字プラス、回復エル字10強プラス、無効眼4つも失ってます。火力上がりすぎだろ、普通に。10強まとまって無効眼4つになりました。L 字プラスでアシスト無効回復対応してます。スキルは変わってませんが、リーダースキル、火の HP2.2 倍、回復力は4倍、指5秒延長。6コンボ以上ダメージ半減、攻撃力35倍って感じになっております。はい、で、ペニーパーカーです。十字、雲耐性、お邪魔3つ、スキブに HP 強化持ちって感じになっております。はい。何が増えた？スキブが増えたんだ。で、ペニーパーカーもう1個の武器、バインドチーム回復3つ、ヒコンボ強化、回復トルキョ、HP 強化です。これも本当に強いですからね、マジで。チーム回復3つに回復トルキョはやっちゃダメだからね、これ。これなんならさ、もう非属性じゃないけど、石化とかにつけても絶対強いからね、これ。回復3突できて、回復トルキョ漏れるから、バインドも漏れて。いや、これ、石化につけたいですよ、なんなら。そのぐらい強いですし、ほんといろんな編成で使えると思います。もう1個のペニーパーカー武器、スキブクライム耐性プラス、L 字チーム HP 強化持ちって感じになってます。そしてあとは無課金キャラスパイダーマンです。バインドスキブ指、無効感4つ、十字プラス、L 字プラス悪魔キラーって感じになっていて、6解除非回復を蜘蛛の巣状に生成が8ターンになっております。リーダースキルは火の5個以上消しで、攻撃力24倍2コンボ加算、非回復同時ダメージ撃、指2倍2秒延長って感じになってます。という感じが非属性でした。いやー、これちょっと全部強くて逆に紹介できないですね、本当に。まあちょっと火だけもう一旦おさらいしておきましょうか。ちょっとこれ情報量半端ないですけど。まあスパイダーマン、まあ、アイアンマンからいくか。アイアンマンは実質 HP4.9 倍でなって普通に使いやすいと思います。アントマンとかいろんな相方と使えそう。で、武器はスキブプラス非コンボ強化無効感とかいうぶっ壊れで。もうなんこれマジで。で、アイアンマン武器もめっちゃ強いですね。もうやばいわ。スパイダーマンはシャナのパーティーに入れたら10強3つ冬に3ターンで打てる無効貫通キャラなんで、やっとシャナの無効貫通枠でデッカーの対応になりそうなやつが来たなっていう感じですね。で、まあ副属性もヒナのも偉いし、でアメージングスパイダーマンはまあ多色キャラって感じかな。で、まあスパイダーマン武器強いっすよ、こんな。で、アイアンスパイダーも発表済みですけど、まあ無難に強いと思います。マグニートは非属性において使える、まあ、ルーレットサブって感じで、まあそんな別にめっちゃこれはまあ強いわけではないけど、まあ普通にルーレット枠で6回 10B 延長火の攻撃2倍はあるので、まあ、サブとしては使えなくもない。ただまあ武器がチーム HP3 つバインドヒコンボヒドロ強プラスやミドロ強プラスとかいう、これもスキブ 2A プラスヒドロ強6個とかいう、こいつら交換できるんだよ、やばない、マジで。これ本当に全部欲しいけどね、マジ で。アントマンは、変身した後がまあ10強積む子がね軽く出せね、上限40億最大 HP 自分の攻撃2倍6回5個ずつ生成みたいな、もう本当にちょっと省略しますけど全部強いと思いますっていうのがね今回のねスパイダーマンの非属性でした。マジやべえ。さあ次水行きましょう。やべえ、これ本当にこの動画時間半端ないことになるぞ、マジで。でもまあ全部見ていきましょう、せっかくなんで。まずアメリカからです。全部強いからね。バインドクライミプラススキブ4封印回復エルジ指10強2つ悪魔キラーで小惑星10強プラス持ってくれてます。スキルは3ターンになって1ターン水と自分の攻撃2倍2コンマ加算6解除左足回復右足を水に生成です。リーダースキルは受けるダメージ半減8コンボ以上攻撃28倍水回復同時ダメージ半減3コンボ加算って感じになってます。アメリカループ面白そうじゃない。3体入れてあげてさ、左足回復右足水生成でさ、でまあリダフルアメリカにしてあげたらね、それだけで追い打ちとかつ10コンボ入り続けるでしょう。なんかアメリカループで10コンボループとかしてあげて軽く出し続けられるの結構強そうなんで、アメリカループは周回において使えそうな感じはしますね。アメリカ進化後です。バインド毒プラススキブ4封印十字プラス L 字プラス7強烈持ちです。 L 字プラスが増えて十字プラスになってるって感じか。で、超惑星は10強プラスが増えています。スキルは変わらずで、リーダースキル全パラ 2.8 倍8コンボ以上攻撃4倍3色同時ダメージ 35% 軽減攻撃3倍2コンボ加算です。まあ無難に強そうですね。アメリカ武器、スキブプラス水コンボ強化無効感 HP 強化です。もう慣れた、俺突っ込まんよ。でもう一個の武器、チーム HP2 つチーム回復水ドロ強打つにお邪魔プラス HP 強化って感じになってます。アメリカ武器、こっちもう一個の方です。3色チーム HP2 つマルチブーストに HP 強化持ちです。はい、まあ、3色チーム HP2 個丸も増えたんですね。なるほど。サイクロップスです。バインドスキブプラス封印クライミプラス指プラス10強4つ水コンボ強化プラス持ちです。10強まとまって2個増えたんですね。でスキルはランダムルーレット1個生成に1ターン無効貫通か3ターンになっております。はい、もう黒飛びにサイクロップスを入れてほしいんじゃないですか。これこんなのね、もう今まで散々雪の持ってない人が雪の難民だ雪の同士をつってたけど、もうサイクロップスでええやん。そしたらこれもともとサイクロップス5ターンだったんで雪のと差別化されてたんですけど、3ターンになったならもう黒飛びの雪の枠としては十分代用でサイクロップス入りますね、本当に。また動画で紹介しますけど、そのぐらいぶっ壊れてると思います。はい、で、サイクロップスの進化後ですねは、まあ
敵全体に攻撃かける1万倍の非属性攻撃が20体になってるという感じですね。ただ進化前の方がなんかインパクト強いわ。進化前の方が強そう普通に。で武器です。毒プラス指プラス無効感 HP 強化持ちで、2ターンヘイスト武器になっております。12体になってますね。無効感毒プラスに12ターンヘイスト強っ。でもう1個の武器、水属性追加50倍以上強化2つ、水努力4つ、スキブ HP 強化です。もう使う場面においてはこの武器は絶対に代用できないですね。本当にすごいなこれ。ドクターストレンジです。バインドスキブ4、指3つ、水コンボ強化プラス無効感プラス冬持ちで超覚醒全パラ強化増えてはいます。はい、 65% 軽減の 35% 軽減になっています。はい、まあ無効感そうですね、まあ悪くないんじゃない普通に。無効感プラス冬持ってるんで火力は出せるようになってるかなぐらいの感じで。進化後です。バインドスキビオン封印お茶もプラス冬7強打つにエルジュプラス持ってます。3ターンダブル吸収消せない場合の覚醒目は HP 全開から12ターンです。短くなってますね。はい、ぐらいの感じになります。まあこれはぼちぼちって感じ、そんなめっちゃ強くないけど。で武器は雲水ドロ強6個7強 HP 強化持ち武器で、こっち十字回復ドロ強毒プラスイブ2つ HP 強化って感じになってます。はい、でシニスターストレンジです。はい、こちらは、バインドスキブプラス封印指10強3つエルジュプラス回復エルジュ持ってます。ではスキルは敵全体を水に変化して6回以上、水闇回復をここずつ生成が3ターンって感じになってます。なんかうまいことすれば黒飛びの代用できそうな。シニスターストレンジ2枚入れてあげてさ、黒飛びストレンジ黒飛びストレンジみたいなループで一応使えるからね。うまいこと使えたらおもろそうだけどっていう感じになっております。はい、全パラ強化とかエルジュプラスも超覚醒増えております。ストーム、バインドスキビオン10強3つ、2レイプラス、水コンボ強化、光コンボ強化プラスになっていて、スキルは10ターン、水、光、強化ドロップが少し落ちやすくなり、2ターンチェーンが9ターンって感じになってます。はい。リーダースキルは HP2 倍半減になってます。ぐらいですね。ストーム武器、2レイプラス、水ドロキ4つ、クライミお邪魔毒耐性持ち武器です。もう一個、枝豆水入れ4つ、スキブ持ち武器になってます。はい。もう一個、水光コンボ強化、2ウェイ毒耐性プラス持ちって感じになっております。はい。サイロックです、スキブ封印指操作負荷無効感プラス7強打つ 2way 4つ持ちになってます。回復力半減自分の攻撃2倍ロック解除し水闇回復を3個ずつ生成が2ターン。おい強くねこれ。これガチの黒飛び代用やん普通に。いや黒飛び代用全然いけるぞこれ、うまいことできればね。回復半減はあるものの攻撃2倍にロック解除3色生成あるので黒飛びサブで無理やり詰め込めそうじゃない。結構良さそう。武器チーム回復3つ、 L 字プラス HP 強化持ちです。これサイロック追い打ち封印2つ水コンボ強化プラス7強に HP 強化持ちです。サイロック武器2ベイ水ドロ強闇ドロ強チーム HP スキベ HP 強化って感じになってます。いや普通にサイロックは黒飛びサブに詰め込んだら全然使えそうで、黒飛び持ってない人は代用で使えるから良さそうだしね、結構いいキャラかなと思います。まあまあまあでも強いっすね。やっぱサイクロップスとかもめっちゃ強いし水もいい感じっすね。さあラストちょっと木いきましょう。この動画一旦木で終わろうかなと思います。はい、貴族性いきましょう。こちらですね。はい、まずはハルクからです。変身前ですね。これはでも変身前からバインドスキブ4封印無効感4つ10強なんで普通に強そう。変身後です。バインド封印無効感4つ10強プラスマシンキラー2つ神キラー2つです。圧倒的ハルク特化。スキルは上限50億になってランダムキー6個生成が1ターンです。さすがに強くない。リーダースキルは木闇5消しでダメージを軽減、攻撃力40倍固定500万ダメージ、木の HP 3.2 倍で 35% 軽減。わお、実質 HP 4.9 倍でしょこれも。いや強そう。ただあれっすね、これダメージ軽減攻撃40倍固定500万なんで普通にリーダーとしても悪くない上に上限50億ランダムキー6個セスだからモリリン武器とかつけてあげたらガンガン火力出せるんでかなり強そうっすね。ハルクもいい性能してますね。武器スキブプラスキコンボ強化無効貫通 HP 強化持ちです。はい、でもう一個の武器チーム HP3 つ、亀裂3つ、指延長プラス HP 強化持ちって感じになってます。でもう一個の武器です。神、マシン、攻撃、HP 強化です。キラー増えすぎだろ、これ。強い。ロケットグルートです。まあまあ、これキャラは普通じゃない？バインド封印指3つ、お邪魔プラス十字4つ、7強プラスで、スキルは1ターン HP50% 回復、人自分の攻撃3倍、1ターンダメージ半減全ドロ強が4ターンって感じになってます。リーダースキルは全パラ3倍 35% 軽減。おい、結構強くねえか、普通に。コンボ加算とかはありません。まあ4ターンで打てるダメージ半減全ドロ強武器でかつ 50% 回復に木と自分の攻撃3倍もあるんで大混乱すれば結構強そうだけど火力は低めですね。ロケットグルート武器です。 2A プラス回復ドロ強チーム HP2 個 HP 強化です。マジで普通にこんなんあるけど強すぎだからな。これもチーム HP2 個つくのは。もう一個ロケットグルート武器です。コンボ強化チーム HP 暗闇プラス LGHP 強化持ちです。はい、なんと暗闇耐性プラスがつきました。意味わからんマジで。もう一個の武器、バインド耐性、スキブプラス、亀裂3つで4ターンチェーン武器って感じになってます。
なんかもう、まあいいや、もうなんか、だってさ、強いに決まってるくない？うん。の、もうだって普通、強いわけがないじゃんね。え、ちょっとマーベルコラボ動画の量多分やばいことになるぞ、俺多分。めちゃくちゃ上げると思います、もう言っとくけど。やばい量上げると思う。で、23段変身。シーハルクです。23段変身変わってません。シーハルク、変身後ですね。バインド、フィンド、クプラス、指プラス、L 字プラス、10強積む股間、キコンボ、強化プラス持ちです。まあ、もうなんか普通にだから10強積む股間が当たり前にあるのがすごいんですよね。で、スキルは1ターン上限56に、回復4倍、6解除、気、回復5個ずつ生成が2ターンです。強いね。上限50億だもんね。で、回復4倍にね。6解除生成だもんね。強いに決まってるよね、こんな。うん。なんでこんな強い？マジで。リーダースキル、機械見ごっこしてダメージを半減、攻撃力13倍、4コンボ加算、木の HP と攻撃が 2.3 倍です。もうこれ、ハルクシーハルクループはもう、これ、ちょっとわかんないですけど、貴族性最強クラスになるんじゃないですか、本当に。ハルクシーハルクが弱いビジョンが見えないですけどね、マジで。クソ強いと思いますよ、正直。なんなんだろうね。ただ、なんていうの、全体的に強すぎて、ちょっとまだ使うまで何とも言えないんですよ。本当に強いキャラが増えすぎてるから、今回のコラボで。ただ、まあ、多分使う前の評価だと強いと思います、間違いなく。で、シアルク武器です。7強、キコンボ強化、キキドロ強、プラス、スキブ、HP 強化です。一つだけ言えるのは、マーベルコラボは引かなきゃやばいですね、これ。で、もう一個の武器、貴族性追加、無効感チーム HP、スキブ、HP 強化持ち武器です。はい。ドクターデューム。23ターン変身でスキブ2個は変わってませんが、変身後、バインド封印指、冬、無効感プラス、10強2つ、2で4つです。スキルは1ターン、チーム内に2体攻撃確実に落ちて攻撃力上昇、6解除し、水を木に、光闇に変化が2ターンスキルです。リーダースキル、木闇同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力9倍、2コンボ加算固定1ダメージ、悪魔タイプの全パラが 3.5 倍です。お前、実質 HP 怖いやぞ、普通に。おかしいだろ、だからさっきから。なんで普通に実質 HP 5倍がいるんだよ、ここに。これグランエルブと一緒っすよ、皆さん。これ全パラ 3.5 倍 30% 軽減で、なんなんこれ、強すぎるけど。で、武器です。スキブ毒プラス、キコンボ強化、チーム HP 持ちって感じになってます。やばい、全部強くて逆に評価むずいわ。で、武器、貴族性追加、2ウェイチーム HP、 攻撃マシンキラー HP 強化持ち、3単位数武器です。ロキ、超つなげし増えて7強プラス神キラー2つになってます。はい、まあ、超惑星、超つなげしとか、全パラとかあって、超つなげし2個持ちにできますね。ロキ武器、L 字、バインド回復4つに、神キラー、HP 5個持ちです。はい。で、こっち、チーム HP 強化、自動回復6個、追い打ち HP 強化持ち武器です。はい。で、ロキもう1個、バインド、神タイプ追加、バインド、チーム回復2つ、L 字プラス HP 強化です。ドクターデューム武器、十字チーム回復2つ、スキブ HP 強化って感じになってます。これ無課金武器だからね。はい、っていう感じがね、今回の、ちょっと一旦パート1ここで区切りますけど、マーベル、やばすぎ、これ、マジで。これね、やべえ、本当に。まあ、ちょっと、まあ、サクッと僕が動画で紹介するだろうキャラを話していくと、絶対にアイアンマン紹介します。実質 HP 4.9 倍あるんで。絶対アイアンマン紹介しますと。スパイダーマン絶対紹介します。これ2本目ね、これで。で、まあ、アイアンスパイダーマンなら紹介するかもしれない。ニートはちょっと1本取りは無理かもだけど、まあ多分ね、使えたら使うし、アントマンも多分アイアンマンと合わせて使うと思います。でも、フェニックスも多分動画で紹介すると思う。でも、この時点でまず3体紹介するんですよ。さらにアメリカね、アメリカもループ運用めっちゃ強そうだから紹介すると思います。実際アメリカループ相当強いと思うぞ、本当に。10個も強化ループね。で、まあアメリカループに加えて、あとサイクロプス絶対紹介しますね、これ黒飛びサブで。雪の太陽として紹介するのと、まああと貴族性ですよね。最後に貴族性がハルクも絶対紹介します。これも絶対強いんで。で、あとは、シーハルクですね。と、あとこっち、ドクターデューム。合計この時点でもうすでに7本分ぐらいネタがあるんですけど、なんなんこれ。半端ないですけどね。まあ、ちょっとという感じがマーベルの既存でした。まあ、あくまで新キャラメインで動画を投稿していきますが、既存に関しても適宜紹介していければなと思います。ちょっとユーコロチャンネルもうね、フル稼働して、バンバン明日から動画上げていくんでね、チェックしてほしいのと、なんとこれまだパート2なんですね。続きましてパート3、残すところ、光属性からまだいるんでね、パート3では光属性以降の既存キャラ強化も話していきます。まあ、ということで動画時間長すぎるんで、一旦ここでパート2は終わりになります。ぜひ今回の強化やばいと思ったやつは、高評価を押してくれると嬉しいです。じゃあパート3に続きます。ご視聴ありがとうございました。パート3。